それではここで今日の試合でブロック6本を決めました久光スプリングス荒木彩香選手にお話を伺います。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。見事なストレート勝利、ブロックも光ってました。まず今日の試合振り返っていかがでしょうか。リードしている場面もあったんですけど、途中でやっぱりこう追いつかれてってすごい苦しい展開も多くあったんですけど、最後はこう自分たちで取り切れたのですごく良かったです。はい、しっかりと勝ち切りましたね。はい、さあそして本日はですね、2人のキッズインタビュアーが来てくれています。久光スプリングスファンを代表いたしまして、岡村芽衣さん、森ののかさんです。よろしくお願いします。じゃあ前にどうぞ。はい、じゃあまず最初は岡村さんから、はい、質問をしていただきましょう。大丈夫かな。はい、ではお願いいたします。今日の試合の勝因は何ですか。相手に流されることなく自分たちのバレーを自分たちがより早く展開することができたので。自分たちのバレーをまず一番にできたことが勝因だと思います。そうですね、自分たちのバレーしっかりすることができました。そしてもう一つ質問ありますね。お願いします。今シーズン注目してほしいプレーは何ですか。最後も点数を取ったんですけど、やっぱりブロックではすごく注目してほしいプレーではあります。はい、やっぱりブロックですね。これからも注目してみてくださいね。はい、岡村さんありがとうございました。皆さん温かい拍手お願いいたします。さあ続いては森ののかさんです。質問をお願いいたします。バレーが好きになったきっかけは何ですか。中学校からバレーを始めて、最初はただボールを追いかけるみたいな感じだったんですけど、こうしたいプレーができるようになった時の喜びとかがすごい達成感があって、そこからバレーにはまり始めました。あー、なるほど、達成感ですね。はい、さあそして次の質問は何ですか。神戸で好きな場所はどこですか。神戸神戸では三宮とかはすごく美味しいものもたくさんあったりとか、買い物とかでもすごい時間が使えるところがたくさんあるので、三宮はすごいおすすめのスポットです。はい、三宮ね、街ですもんね。行ったことあるかな、ね。はい、これからも、ね、行ってみてください。はい、森ののかさんでした。ありがとうございました。皆さん、2人のキッズインタビュアーのお二人に今一度温かい拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあそれでは荒木選手、最後にですね、チームこれで3連勝となりました。まだあのレギュラーシーズン始まったばっかりですけれども、これからに向けて一言最後にファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。3連勝といい形で来ているので、また来週姫路さんとの試合があるんですけど、やっぱりまずは目の前の一戦一戦に全力で戦っていくので、今後も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。荒木彩香選手に今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。